とおかしな彼氏なんだな。今さら何を困ることがあるんだい。部屋には私と君の二人きり。見ちゃダメなんて野暮を言うつもりはない。ダメだったらこんな格好するものか。好きなだけ穴が開くほど見てくれても構わないよ。もっとも、こんな恥ずかしい姿の私を見ていいのは世界でただ一人、君だけだ。この獣耳薬は実に不思議なものだね。どうやら個々人の深層心理から最もふさわしい動物を選択し反映してしまうらしい。ルリ君は犬、タモン君は猫、そして私はウサギというわけだ。そういうことさ。ところでイオ君がウサギという。そんなところか。他にもいろいろあるだろう。例えば童話ではいたずら者やトリックスターとして頻繁に登場するとか。そしてスケベなイオ君は当然ご存知だと思うんだがね、ウサギという生き物は非常に性欲が強い。ネタバレネジを発動し成功しているものは人間とウサギくらいだと言われていたが大好きで、ネジ発情力が強いのはそれが私たち嫌なサラダということだ。君はからかわれているなんだか誘惑されているのか、くてつもつかないの。私ばかり発情しているのに見込めないからね。イオ君も獣になってもらおうと思ってこんな姿になってきたんだ。さあ、獣のように愛し合おうか、イオ君。おやおや、おはようよ、よく。もしかして起こしてしまったかな。なんだ、お気に入りで寝ぼけてるのかい。私が自分の前にいるのは当然だろう。これがダメか。前回の反応で劇場が見えたと思ったが、再現性が乏しいな。もちろん賢者の示唆、まだ途中段階だね。私にとっては日課のようなものだよ。幼いに養子もらったいいのだよ。ぬかかの世の錬金術師の心と皮膚の象徴である賢者の死の伝説がぬかかとあったいだなんて。
あまり笑わせないでくれ。私のよだれ。不快になんて思ってないさ。おかげで少しイラつきだから。イオン君、錬金術師の宿命なら、賢者たちは聞いていたから。誰しも賢者にして全然高い。